外しました。はい。OK。食欲も元気もある。はい。毎日さえずってます。はい。喋るのはどうですか。喋るのはたまに喋るようになって。喋るっていうか名前を。名前を。はい。じゃあちょっと。体重わかりますよ。体重は31ぐらい。で、卵はないですかね。卵はないと思う。あの産んでないですか。産んでもないです。はい。あいつはちょっとワンピンが欲しいな。はい、じゃあちょっと見ますね。はい、それ置いてみますね。はい、じゃあ体重を測ってください。そうですね、31ですね、はい、でも夜も31ですか。ずっと31。そうなんだ、はい、あ、ちっちゃん、ちっちゃいってる、すごい動きながるようになって薬ってわかるみたいで、あ、嫌がってます。でもそう、なんか薬の実感っていうか、やるなってわかるとなんか逃げるようになっちゃって、手から食べるのはどう。手からはあんまり食べないんですけど、黒子で飛んで、まだ上には上がらない。上まで行かないんですけど、最近カゴに行こう行こうとしてとか、遊び場のとこに自分で行こうとしたりとか。なるほど。ちょこちょこだんだん、あの羽が伸びてくると上には飛んできますんでね。そうですね。そのままね、 10% ぐらい、です。だからこの間なんか20%、この間の方が多かったかな。まあでも午前中はそんなもんですね。夕方になると多分、夜になると結構溜まってると思います。じゃ卵は全然ないですね。卵は柔らかいと思います。ね、もう 1g 増えてもいいかな。そうは簡単に増えるのは難しいんだよね。減るのはっていうのだと。次もまあまあ徐々に出ますね。声が少なくなってるから。はい、じゃあちょっと縮めます。80の1分でいこうか。はい、おいしい。じゃあ抗生照射療法します。水浴びもしました。あ、そうだ、待ってください。あと、そうそう、元気だから、あの抗寄生虫薬をつけさせてもらいます。あの、モキシデクチンね、をつけますね。よし、こうちょっと、ごめんね。私は飲み水で水遊びし始めて、その後、青山に行ってたら飛んできて、そうなんですか。飛んできてっていうか、あの多分一緒に行ってたのかも。そしたら、なんかこう、その流しのとこ入って、水を浴びて、じーっとしてた。ピッチちゃーん、ピッチちゃーん。あれだもんね、普通の飲み水はあれビタミン入れてますよね。今入れてます。だから それで水浴びしちゃいますよ、ね、最初はそれで、あの飲み水でなんかビシャビシャって自分でかけるの。そうそう、色ついちゃいますよね、体に。その後、あのお湯で普通に水浴びする。あ、本当。そうね、水浴びしそうだったらちょっとお湯用意して、それちょっとやってもらってください。あれ最初だから、それでなんかビチャビチャになってたからびっくりして。まあでもそういうことをするってことは、体調はいいってことですね。はい、体調が良くなってくると、また卵を産む可能性があるからさ、それを止めることはできないんですよ。そうですね。だから体重増えてきたら、いいんちゃうのかな。そう。その可能性はあるかもしれない。だから観察しながらね、行きましょうね。で、あの今、ここにつけたのは、モキシデクチンという薬ですね。はい、で、まあ、代表の寄生虫、消化管の寄生虫、血管に次ぐ寄生虫を予防してくれます。で、イベルメクチンの進化した薬だから、イベルメクチンって知ってます？この前言いましたっけ、はい、ノーベル賞のアルバートコロナに効くよっていう、それを進化した薬で、安全性もとてもいい、高いんで、すごいね、サイエンスに進化です。で、この健康チェック表ももう1枚出しておきますね。もしコピーができそうだったらコピーしてください。あ、わかりました。そうそう、助かります。はい、ちょっとじゃあ1枚もらって、1枚出しておきますね。はい、それコピーしておきます。はい、じゃあ今度、はい、車で見えるのかな。はい、じゃあまあ、
安定してればね、はい、1週間で、はい、なんか決まったことがあったら電話で相談してくださいね。それとさ、日光浴どうします？日光浴は、仕事行ってるので、朝はちょっと寒いから、うん、あの休みの日とか、ね、昼間いるときはあの暖かいときにちょっと出してます。朝はちょっとさすがに難しいかなって思います。まあ、はい、そう、週に1回でも2回でもね、はい、絶対やった方がいいですから。なんでちょっとあのこの前、先週と昨日ちょっと午後いたので、はい、昨日日光浴させます。それかあとさ、ここにいる時間はどれぐらいなの？ここにいる時間はもう寝るときだけで、あ、昼間はもう昼間はあのー大きいあの元のカゴに入れてヒーターつけて、ええ、ヒーターの近くはたまにしかいなくて、あ、なんか帰って離れてるぐらいですか？離れて違うとこにいるので。なるほど。逆にあまりこうなんか入りたがらない。うん、OK、うん、じゃあもうそれがいいですね。でも夜から朝もここにいるとか、夜ちょっと寒いんで、ね、また週明けぐらい寒いって言ってるんで、そういうことですね。だからそこら辺温度と調整しながら ね、 ね、はい、お願いいたします。はい、はい、じゃああのまだ治療ね、大変ですけどね、はいはい、お願いしますね。はい、はい、じゃあ止めます。